お元気ですか？ヨゼフです。英検、準2級と2級対策、単語、熟語の研究です。では、始まり。単語、熟語の研究第26回です。さて、1番アナウンス。これ、カタカナ英語でもアナウンスするでそのままですよね。放送なんかでお知らせすることです。2番のインはですね、何度も言ってしまっているかもしれませんが、今から何々の後にですね、Dinner will be ready in 5 minutes。5分後に夕食の準備ができます。カッコ3の単語、カスタマー。これはお客さんのことなんですが。で、ER を取ったカスタムを引いてみると、そこに派生語としてカスタマーって載ってるんですよ。で、カスタム自体の意味は社会の習慣とかなんですが、もう一つ意味がありまして、個人の習慣的行為に ER がつくと、習慣的にお店なんかにやってくるお客さんというような意味でカスタマーなんでしょうね。さて、4番、サジェスチョン、提案とか提唱。I have a good suggestion、いい提案があります。5番、serve。人が食べ物を出す、給仕するとかですよ。Martha served coffee to her guests。Martha はコーヒーを客に振る舞った。それで、サービスという単語があるんですが、これ、接客、サービス、もてなし。意味はとても広くなりますが、We got slow service in the restaurant っていうと、あのレストランは料理がなかなか出てこなかった。まあ、これ、広く接客の意味なんでしょうが、まあ、食べ物を出すというサーブとちょっとつながってるんじゃないのって思うんですね。さて、カッコ6のところは名詞デンジャーで、被害、損失、苦痛の危険性。その内容はオブプラス同名詞で表す、またはざっと説で表すということになってまして、There is no danger of his losing all his money だったら、彼が有り金全てを失う恐れはない。もう一つ、There is always a danger that Elizabeth will go back。エリザベスが帰ってしまう恐れは常にあります。下の例文ね、There is there 構文で、あではなくて、だが使われているところがちょっと違和感残りますが仕方ありません。さて、7番、コンバイン。これは他動詞で、ものことをものことと結合させる。で、コンバインセオリー、with practice で理論を実践と結びつける。または and を使って、コンバインセオリー and practice で理論と実践を結びつける。まあ、with と and 両方使えるんですが、英検では and が使われておりました。ところで、英検ではですね、こんな結合させるとか結びつけるというのは堅苦しい意味ではなくて、赤の絵の具と青の絵の具を混ぜ合わせて緑色を作るという日常的な話でした。ですから、結合させる以外に混ぜ合わせるというような意味を覚えたいところですが、辞書には載ってませんでした。最後にですね、コンバインという言葉を聞いたときに私が最初に思い浮かべる言葉は、農業で使う、まあ、大型の機械で、刈り取り脱穀機ってあるんですね。コンバインと言ってると思います。それももちろんつながっておりますが、それが英検に出るわけではないので、ちょっと余計な知識だったかもしれません。申し訳ありません。はい、最後の単語、ラッキリーで副詞なんですが、通例文集色に用いまして、日本語訳は幸運にも。ラッキリー、she can take a joke。幸いにも彼女は冗談のわかる人だ。文集色というのは文全体の説明としてラッキリー使われておりますって意味で、まあ、書き換えが可能。It is lucky that she can take a joke。彼女が冗談のわかる人であるということは幸運ですって意味ですね。みたいな単語がありまして、fortunately という副詞なんです。これも文集色に用いますと幸運にもって意味で、Fortunately, she was not seriously injured. 幸いなことには彼女の怪我は命に関わるものではなかった。これも書き換えが可能で、全体が過去の話なので、It was fortunate that she was not seriously injured. 彼女の怪我が命に関わるものではなかったことは幸運なことだったっていうんですね。まあ、文集色というような難しいことを考えなくても、単語の意味で大体正解できると思いますが、この際ちょっと文集色、書き換えを含めて文集色ちょっと分かっていただけるといいことあるかもしれません。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいねと、チャンネル登録を、よろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら。